蝶ネクタイ決まってますね。あと今日はちょっと目立つように白いシャツで、もう本当すいません、もうそんなの同系色だと、そんなのはもう今日は、うん、丸さんにまた来ていただきですね、はい、M8 聞けと、うん、どうしよう聞けと、うん、まあなんか同じようなことをしてしまってる人いませんかみたいなところで、うん、丸さんでございます。おはようございます。おはようございます。おはようございます。今日も二等兵に説教していただければ聞けと。いや説教じゃないですよ。はい、しまった、まだこのスタンスで。ライもなんかすいませんでした、ね、何かあるたびにすいませんって言うんですよ。そう、そのことで、ですもんね、丸さんがとても厳しく見えてしまった、そこはとても反省しています。もじゃそこの姿も、ちょっと失敗かな。このペコペコする姿ね、うん、すいません。で今日はちょっとザックバランに、ザックバランに2回目ですしね、はい、はい、お話を お伺いしたいと思ってます。って言いながら、うん、しっかりしてまたレジュメをいただきですね、うんうん、恐縮しております。前はタイプ1だよっていうので出ていただいたんですけど、うんうん、エニアグラムのテストで2も同じぐらい強いと、うんうん、でその2にありがちな悪いところが出ていった時の話をしていただきますと、まあ、せっかく最初はそのタイプ1でウィング2だなっていう自覚はあって、で日本エニアグラム協会の、90問ある設問を解いて、まあ、1と2は同じ点数で、両方とも数が強い。じゃあ、2に関して困ったこともいろいろ起きまして、例えば、そこに、バウンダリーの教科書って置いてありますけれども、バウンダリーの教科書です。はい。相手の領域を超えて世話をやっていう事例が多発しました。何をしたかったかっていうと、今思うと、親切とか世話役っていうことで、見返りを無意識に求めてたんじゃないかなって思ってるんですね。先に自分が親切とか愛を与えといくと、耐えやすくなるっていうのはどっかで学習したと思うんです。で、その行動様式が身についちゃったんだろうなって思って、具体的に、例えば友達が悩んでいたとして、相談を受けたりしたときに、はい、相手が解決すべき問題なのに、私が動こうとするっていうか、じゃあもうその子に私が話しつけてくるから、みたいな、そういう、相手の問題を自分のことにも感じてしまって、解決を相手に代わってやろうとするんです。頼まれたわけではない。やってよ、みたいに。もちろん止められるんでやらないんですけど、頼まれたわけじゃないのに相手の問題を自分が解決しようとしてしまう、うん、そうなんです。自分がもう動きたいから自分が動いてしまう感じですか、先に、我が先に。そうそうそう、なるほど、うん、でそれはちゃんと解決する。いや、しないしない。例えばなんかこういうことがあったみたいなのってあります？言える範囲であれば。例えば友達が好きな男の子がいたとして、じゃあ誰をくっつけようみたいな、場所をセッティングする、うん、場所をセッティングしたけどうまくいかなくて、私の方がよく喋っちゃったと。ああ、分かる気がすると思う。あ、ごめんなさい、なんかあるあるだなって。あるある。はいはいはい。ほんでその二人は仲良くもならず、その女の子は機嫌が悪くなるわ、最悪、うん、なんかあ、なんか女子あるあるな感じが。でも二等兵もやりそう。あ、僕もなんかそうですね、やってあげるよって言って、それはまあまあ、まあ可愛い方なんですけど、なんか大人になって、例えばそのダメンズと付き合った時に、ダメンズって言い方も失礼なんですけど、浮気暴力借金とかいう話じゃなくて、ああ、なるほど、精神とっても脆くて仕方がない人のことをちょっとダメンズみたいなこと言っちゃうんですけど、はい、あまりにも豆腐メンタルな人と付き合っていた時があって、その豆腐メンタルの割には怒りが増すと気が強くなるタイプの人だったんですけど、それはその大きい声出すみたいな、怒りが増した時は、怒りが普通に怒ります。でなんか5歳児を相手にしてるみたいだな、みたいな感覚もあって、なんかだだこねる、気が弱いけどだだこねる子供の相手してるみたいなところがあって、なんか相手の機嫌をこうなんとかなだめようとするところがすごくあったんですね。で、
多分精神的に自立しているとかそういうタイプ2じゃなかったらそこまで相手の人は焼かなかったと思う。もう僕が思う1と2だと、はい、1はどっちかというと完璧を求める人じゃないですか、はい、だからこの他人の欠点をなんとか直そうっていう行動から人に世話を焼くっていうのはあると思うんですよね、はいはい、で2の人はどっちかというと愛情じゃないですか、はい、この人のことを何とかしてあげたいっていう、はい、マルさんどうやってそのタイプにも、うんうん、そういうとこもかなりあったかなと思います、ね、うん、どうでもいい人にはしないかな、うん、よしよしってなんかやさ、うん、よしよしって感じなんですか、しょうがないなって感じなんですか。だから話を聞いて相手の話を聞いて何がこう機嫌を損ねたのかちゃんと聞いて謝ったりとか、それでも機嫌が合わなかったら言い方を変えたり、あの手この手を尽くして機嫌を直そうとするの。いつの人は怒りそうですよね、あんたのそういうとこがダメなのよって言うタイプなのかなってちょっと1回目の時はそうって思ってたんですけど、それ言わないですね。あ、そうなんだ、なんか好きな男性には、うん、そういうふうはならない。好きかどうかって今思うと微妙なんですけど、なんか無意識に母親のような役割を背負っていて、情によって何とかしてあげたいっていう感じで、男女としての愛はあったのかって微妙です。なるほど。でもお付き合いするときはどちらかからアプローチはあるわけですもんね。まあそうですね。でその、まあ、その直前からダメ、弱い人だなっていうのは分かっていたにもかかわらず、なんか引き受けちゃったんですよ。あの時の自分はすごい怒りたいです。2の人だとこの人は私がいないとダメだっていうのはなんかあるのかな、ありそうかなっていう。で今冷静になってこう、まあ、数年前のことですけど振り返ると、そのやっぱり必要とされることを求めていたのかもしれない。だ結局はすごい自己肯定感の話なんですけど、自己肯定感が低いと頼られると頑張ってしまうみたいなことがあって、でそれもすごくダメなやつから頼られたらでも一周できなかったんです。一周できるはずなんです、自己肯定が高ければ自分は一番大事です、を一番自分を大事にすべきところを自分をないがしろにして相手に目を向けてばかりいたの。それ依存が気持ちいいからですかね、依存されるのって。共依存、その時は共依存になっていた気がします。ああ、なるほど。だからちゃんとしている自分を確認もしているし、ね、で頼られてなんかお母さんみたいなことをしてたわけですね。なんでそうなるんですかね、人って。人ってあごめんなさい、なんか、はい、でそうそう、私のなりの自分のその深掘りの結果はやっぱり前と同じなんですけど、自己肯定感の低さによるその結果。あ、そうか、相手に頼られる私だからいいみたいなところですか。で自尊心保っている。でなんか無意識に必ずメリットあるから人間って継続されてるわけです、関係性がね。あの仕事でもないのですよ。だから表意識ではもう嫌だなって思ってるんですよ。こんなに頼りなくっていつも頼られてて、毎日のように電話かかってきてずっと話を聞いてあげてるのに相手は成長しない、まあ、相手なりに成長しようって頑張ってるのはわかるんだけど、もうこれはダメだと、こいつとは結婚はできないなと、そういう状態で私は結婚について話し合いもしましたし、私が経済的にも支えるぞとか思ってたけれども、あ、もうまあ成長せんわと。で、で向こうも分かってるんですよ、成長が遅いこととか、自分が弱いってことも分かってて、でももがいてるっていうか無限に責められないんですよ。本当に堕落してたら責められるんですけど、向こうも努力してるわけですよ、ダメだけど。ちゃんと仕事はされてるわけですよね、向こうの方も。あ、なんかフリーターみたいなことしましたけど、それもその自己実現のためのフリーターだったから、なんかその夢は追いかけてた、うん、そうそう。でそれもやっぱその人の育ちを聞いてるとしゃあないなっていうのがあったわけですよ。決して堕落してたんじゃなくて、親の言う通りに一生懸命生きてたけど自分というものを失って、こう自分を取り戻すためにそういうことをやってたから、本当20歳ぐらいでやっとくべきことを30半ば過ぎてやってたみたいな。あ、なるほど。で人の成長の段階っていうのはそれぞれだから、それを批判はできないわけですね。で、まあ、それは好きにやればいいのに、恋人って状態になったら何とかしなきゃみたいなのが出てくるわけですよ。こいつ大人にしないとは。結構じゃあ、つい最近のお話。4年か5年前かな。あ、でもまあ、最近じゃ最近です。大人だとすると、4年ぐらいだと。
必要以上に世話を焼いていたんです、その時。世話ってどのぐらいのレベルのお世話ですか？雇用を作ってあげたり、例えばなんかそのイベントがあったら、活躍できるような場を作るとか。ああ、なるほど。例えばその、なんか泊まりがけで彼が仕事みたいなっていうことをやるときに、わざわざそこにお守りを送るとかね。すいません。かわいいな。笑ってって。それは学生やったらいいんですけど、もうええ大人やし。確かに。例えばそれが、お母ちゃんですね。受験頑張ってねって。入院するとか、すごい一大事ならいいですね。じゃないやろって話。そうですね。大人の。ちょっと場合をわきまえて、後で思った。大人の普通の仕事ですもんね。まあでもいいっすよね。はい。それが悪いとは思わない、ね。悪いとは思わないけど、あの、可愛い感じがしますね。うんうん。やりすぎとも思わない。いやでも本人はすごくそのプレッシャーを感じていたわけですよ。すごく。気軽にルンルン行けないなら何もせんかったと思うんですけど、あの結構プレッシャー感じていたからっていうのはあるんですよ。で、見たんだ。もらってすいませんって感じですか。で、あのお母ちゃんみたいなことしてたわけですよね。で、あ、そうまさしくですね。で、だんだん、こう、だから、甘える幼児とお母さんっていう構図のようになっていき、これまずいなーっていうのが続いて、なんとかお別れにはなったんですけれども、その時に、やっぱり前の放送と同じで、自分がなぜそうなったのかって思った時に、この自己肯定感が低い。なんか、マックさんご自身別に、あの、うん、なんで自己肯定感が低いんだろう。いや、ガル低そうには見えないですよね。そう、あのそういったお付き合いもちゃんとしていて、うんうん、仕事もちゃんとあって、うん、自己肯定感が低い。そのエニアグラムで言うと、はい、健全度の低い人と一緒にいると引っ張られるっていうじゃないですか。あ、だから引っ張られてたのかなみたいなのは どうですか、ね、そうで結構その自分軸が薄かったんです。自分軸、うん、自分軸が私よく分かってないのですいません。あの人目をどれだけ気にするかってところも。ああなるほど。いや自分の価値を自分で決めるってことですね。そうそう、その例えば、まあ、前もちょっと言ったんですけど、そのすごい体調が悪くても約束してたら薬飲んで出かけるみたいなことをしていて、自分のことは後回しにとにかくしてたんですよ。あ、なるほど。なんか自分の体調気持ちって一切無視みたいな生活を結構していて、それを続けていると怒りが増すんですよ。で、あ、なんで分かってくれないんだってところなんです。イライラする。なんでこんなにやってんの、こいつはダメなんだみたいなのも出てくるし。あ、こいつはダメなんだ。はいはい、ダメなんだ。ダメすぎるだろうね。で、例えばその電話も結構かかってきたから、電源切って電話に寝れなかったんですね。で、はい、まあ、ある時、こう、子供に向かっているような言い方で私はもうちょっと相手の状況も考えて電話しようね、みたいなこと言い方をしちゃった時に向かって向こう来て、ちょっと怒ってたけど、なんかあの、こんな時間にやめてよって言い方するんだなって言って、なんかもう幼児に向かっているように言ってたな。なるほど。なんかそういう男性を結構引き寄せてるような感じ。そのそこもあったかもしれないです。それは若い時にはなかったんですよ。若い時はそんな変なやつとは付き合わなかった。なるほど。もう大抵あれですもんね、母親っぽいことをうざいじゃないですか。そうですね、はい、うん、大人になって、大人になるとそうですね。もうそこまでいいからって、はい、なりますよね普通は。でも若い頃はそういうタイプで、そういう人を引き寄せてるわけではなかったが、うんうん、ある程度、最近というか、うん、大人になって、丸さんが大人になってから、なんか、あの、二十歳とか若い時よりも成熟度が増して、余裕が出てきて、世話をやって余裕が出てくる。なんか、20代前半自分のことで精一杯なわけですよ。はいはい。まだ自分に軸があったわけですね、その時は。自分に軸があって、自分のことで精一杯だった。ですけど、もうすごく余裕が出てきてしまって、なるほど、そうです。この足を焼いてるって、パトロンみたいです。精神的な、そう、うん、頼ってくる。で、人をなんか囲える。はい。で、まずかったのはその、はい、ね、結構長々と手を焼いたメンタル、豆腐メンタルの人と別れた後に、まあ、時々向こうから連絡が来て。
別れてから甘えられてて、甘えられてて鬱陶しいなと思ったんですよ。で、はい、悩み事は他の人にお願いみたいな返事をしたら、また向こう怒ったりとか、拗ねちゃうみたいなことがあったりとか、で、しまいには、会う時、酒飲んで私が帰ってきて、結構ぼんやりした時に、また頼られてるようなメッセージ来たから、もう私、こう、電話とか LINE になるとめっちゃ口悪くなるっていうか、もうめっちゃ感情が出るって気がついたんですけど、まあ、ボロカスってほどじゃないけど、言いたいことをめっちゃ書いちゃって、なんか。理路整然と。理路整然だったかわかんないけど、まあ書いちゃって、まあ、怒り向こう、進行みたいなトラブルもあったりとか、結局、その最後の最後のは、理路、その正論でめっちゃ追い込んでるみたいな。どうですか？はい。そういうことあります？いや、女性、別れてから女性に行くのは、僕は、ありますけど。それは付き合ってください。的な、もう一回付き合おうとか、まあ、うん、捨てないでって言い方は恥ずかしいですけど、考え直そうかと、うん、っていうのはあるんですけど、一回もう一回行ってキッてされたら、まあ、そんなに行くほど自分も強くないです、うんうんうん、そう、頼ったりはしないですよね。そうです、頼ったりはしないですね、うん、よりを戻そうっていう努力はする努力は。そうですね、向こうはよりを戻したわけじゃないんですよ、全然。そう。そうじゃなくて、その別れるってなった時も向こうが決めたんですよ。で、私もその直前にもうダメだなっていうの分かってたから、ダメな理由っていうのも、私は結婚というものをしたい。で、向こうはそういう心の順位も全く整ってないと。当たり前なんで、精神年齢が17歳ぐらいだったから。高校生がこう結婚考えられないのと同じです。まず自分というものができてないし。仕事もなんていうの、正社員じゃないし、で、ましては子供はとても無理、虐待してしまうみたいなこと言ってたから、まあ、結婚はとても無理だと分かっていて、で、向こうも、で、私は結婚言ってたから、ちょっともう無理だねってなっていうのは、お互い了解のもとで、で、向こうが決意した、決意をしたから、向こうの意思は固いんだけど、別れるけど、でもその後に、友達としか知らないけど、とにかく甘えたいのか悩みを聞いてほしいじゃないけど、話を聞いてほしいって感じで寄りかかるようなメッセージとか来るから、なんかその本当鬱陶しいなって思って、最初の時はほどほどに返信してたけども、やっぱ初めはちゃんと返信はしてたんですね。はい、初めから無視しといてよかったんですけど。そうなんですよね。そこの私の甘さ、懸念のなさとか甘さが災いしたなって反省もあるんですね。まだその時はエニアグラムとかは全然知らない時、もう全然知らないですし、で、自分で気づいていたのは、その自分の情によって負ける甘さがあるなって自分で気づいていて、でその時はまだバウンダリーの教科書も見てない、知らないですし、なるほど、なんていうの、相手の領域を超えるっていうか、その気づいてたんですよ。相手をちゃんと大人の男性として扱わないとダメになるよねって気づいてはいたんですけども、あまりにも弱かったので、もう大人扱いしなかった気もします、ね。それは、まあ、お言葉を借りると、共依存の関係。そうそう、共依存だったと思います。相手から食べられる。結局、自分も自己評価が低いから、こうなったなって、その時そこまでしか分かんなかった。自分で感じたこと。なるほど。どの辺からその立ち直っていくわけですか？で、その後は、だから、結論はそれしか出なくて、そういうことは二度とやらんとこうっていうところで終わっていて、あとはもう仕事にフィードワークっていうか、まあ、趣味にいろいろ活動していて、まあ、時に出会って結婚しようかってなった人とのトラブルがあり、まあ、去年の話ですけれども、なんかそこでもうめちゃくちゃ落ち込んだというか、大打撃で、そこで私が、友達にわーってぶちまけた時にこんなことがあってひどくない、あ、それバウンダリーの問題じゃないって友達に言われて。